今日から札幌市内のスポーツ施設で始まったウィンタースポーツ塾。厚別区ではスキージャンプの体験会が行われていて、長野オリンピック金メダリストの原田雅彦さんがゲストとして参加しました。小学生およそ30人は観客席の傾斜を利用して作ったコースを滑り、ジャンプ競技を体験しました。滑った時が気持ちいいです。楽しかった。怖くない？最初は怖いけどやったらもう怖くない。このイベントは今月19日までで、カーリングやアイスホッケーなど8種目のスポーツを体験します。